逮捕されたのは函館市宇賀浦町の自営業平野仁志容疑者で、午前1時ごろ自宅で高山金蔵さんの胸や腹などを刃物で複数回刺し殺害した疑いが持たれています。平野容疑者から変な男が家に入ってきていると通報があり、駆けつけた警察官が2階の洋室で血を流して倒れている高山さんを発見しました。声がなんか聞こえてたらしいんですよ、喧嘩のような声が聞こえてたらしいんですけども、びっくりします、驚いてます。はい。平野容疑者は高山さんら複数人と酒を飲んでいました。調べに対し容疑を否認しています。部屋の中で大雨が体験できる装置、石狩防災フェスタではさまざまな体験コーナーが設けられました。雨がすごく強かったのでびっくりしました。ちょっと怖かったです。大雨による浸水を体験できるコーナーでは、子どもたちがドアを開けようとしますが、もう大人の力がないと開けれなかった。道内では今月、深川市で雨竜川が氾濫したばかりで、主催者はイベントなどを通して防災への関心を高めてもらいたいとしています。緑の少年団は、緑と楽しむ活動などを親しむ活動などを行う団体で、全国でおよそ32万人の子どもたちが会員です。交流会には道外の5団体を含む8団体が参加し、日頃の活動についての表彰式や活動内容の発表が行われました。森林の中で心と体の元気アップ、友達や地域の方々と一緒に活動を楽しむ気持ちアップを目指しています。交流会は明日北大の研究林で、専用のロープで高い木に登るツリーイングなどを行う予定です。函館市の大和金属では、この時期に薪ストーブを1日およそ120台生産しています。職人たちはブリキの板を加工し、まさに職人技の手早さで組み立てていました。去年の猛暑を受けて、今年は扇風機の数を増やすなど熱中症にも気をつけています。寒くなってから作るんだとちょっと出荷の方が間に合わないっていうので、汗流しながら頑張ってます。生産のピークは9月頃まで続き、主に道内や東北地方のホームセンターなどに出荷するということです。